意見封じ十二箇条とは、平安時代中期の学者、三好清之が、演技十四年代後天皇に提出した、政治意見書である。三好清之意見封じ十二箇条、あるいは単に意見十二箇条とも呼ばれる。三好清之が、備中国の国史としての経験に基づいて、国家財政急防の原因などを挙げ、その対策を述べたもので、破綻しつつある。 立領体制の様相を伺い知ることのできる重要な資料である。三好清之がこの意見書を提出した10世紀前半、日本の土地状況は悲惨なものであった。議席が横行したため、女性と偽った区分殿所有者が増えその収入は減少していた。さらに不老、逃亡により持ち主不在になった土地は、自社や有力貴族の荘園と化し、 中央財源の減少に拍車をかけていた。そのため、反ンデンは演技2年を最後にして行われなくなり、第五天皇は同年、日本史上初となる昇援制リレーを発したものの、大した成果は上げられなかった。そこで、三好清之は、第五天皇に自身の意見書を提出する。意見封じとは、官人が天皇の御事のりに応じ、 密封の上自らの見解を提出する古代における政治意見書である。その中で彼は上記のような土地問題を、さらにはそれらが地方政治を乱していると忌憚なく指摘している。そして対策として諸国の人口状況をもう一度調査して正確に区分点を与え余った土地は国史から取り上げて政府の土地としその土地を鎮疎し自主を今まで 持ち主不在であった土地の租税分に充てることで、中央財源の不足を補うというものであった。内容が充実しており、文章叙述も見事である。ありがとうございます。